初めてその人に会った時。今年からバレー部の顧問になる水木と申します。バレーは大学の時にちょっとやってた程度なので、みんなより詳しくないと思うけど、これからたくさん勉強して一緒に頑張っていきます。2日ものですが、どうぞよろしくお願いします。25歳8月生まれです。私は思った。普段は男子体育を担当しているので、女子バレー部の皆さんとお話しするのは初めてですね。声でけ。よし、準備手伝うよ。じゃあこの支柱をそこの穴に立ててもらっていいですか？重いので二人で。なんだ、軽いじゃん。一人で持てるよ。何かやりたい？じゃあレシーブ練習のボール打ちお願いできますか？任せて。せーの。筋肉バカ。お、それかわいいな。何のキャラ？あ、バボコですか？バボコ？去年大会に出た時に参加賞でもらったんです。欲しいならあげますよ。え、ごめん、そういうつもりじゃ。どうせまた今年の大会でももらうだろうし、なんとなくつけてただけで、私はバボコに魅力感じてないし。でも本当にいいの？はい。うわー、ありがとう。大切にするね、バボミ。バボコです。シンプルにバカ。次の日。みなぎくん、彼女いるの？いる。即答。どんな人？かわいい？写真とかないの？写真はないけど、見た目は色白で大人っぽくて、瞳が大きくてキラキラしてて、唇が厚くて、あとすごい丸い。バボー。先生日誌コミックス第1巻好評発売中。穂村先生は多分モテないも読んでくださいね。え、穂村先生モテないんですか？うるせえよ。